コトバンクは出版社などが提供する信頼性の高い辞書、辞典、データベースから用語の意味を一度に検索できると標榜するインターネット百科辞典。2009年4月23日に朝日新聞社が開設し朝日新聞社と EC ナビが運営。開設時には講談社、小学館、朝日新聞出版の各社が提供するものを書くとした十四辞書、辞典の 計43万項目を網羅した。2011年3月より、朝日新聞とジェネシックスが iPhone 向け電子辞書、プラットフォームアプリ、コットバンク 4iPhone の配信を開始。2021年4月に朝日新聞社が離脱して、ボヤージュマーケティングの単独運営となり、登録商標も朝日新聞社から、ボヤージュマーケティングに譲渡された。広告を収益源とする。 分類は、同サイトの辞典、辞書の一覧による。2020年5月現在プロが執筆、編集した、信頼性ある情報のみを掲載することで、ウィキペディアや検索サイトと差別化。信頼性の高いサイトを構築すると、朝日新聞社の大西博美デジタルメディア本部長は、話す。しかし、ヤフーバリューインサイトによる日本国内での調査では、ウィキペディアに代表される、 利用者が編集可能なフリー百科事典についてインターネット利用者にとっては新聞、ラジオに次いで信用されているメディアだという調査結果がある。ありがとうございます。